こういう考え方があるんですよ。透明は開かないか、この透明色に不透明色、これ何かというと、太陽光は透明色の白色、中光色、 LED とか言いますけどね中光色、まあスペクトラムの中のそのプリズムの中に出てる光を分解すると、まあ赤から紫まで虹色なんですが、見えてる世界はその可視光、人が見えてる可能な視覚的な世界は白い光と映ってる。しかし太陽光は透明である、物に反射して物の色が見える、緑の葉っぱが緑に見える、白い壁が白く見える、その光が反射して。不透明色というのは画用紙とかキャンバスが白い状態で、ただし白い画用紙もいろんな種類がある。はがきも白いけど、はがきは一番白いんだと思うんですよ、漂白してあるので、繊維を、ね、紙の繊維。不透明色だと、まあ、いわゆるクレヨンで白く塗っても白く出るかもしれないけど、混じったりとか、画用紙の白とはちょっと違うかもしれない。ただし白い画用紙に白いクレヨンを塗ってもしょうがないと思う。こんな感じですかね。半透明色もあります。あと再現性、再現性というのは、再現性というのはその事実、現実、可視的な世界、可視世界、見えてる世界のことをどう表現っていうよりも再現するか。再現っていうのは再現性というのは二次元再現、二次元再現の場合、再現、ちょっと 3D 再現、3次再現、 3D 再現性、まあ、4次再現性で音楽を加えたりするんですけど、自分はプラス音楽、まあ、4D って技術って言われますけど、時間軸の中にその縦横たすかさの空間にプラス時間軸が加わって、時間軸が加わると、それはその4次元の世界で、いや、その何て言うと、別の世界のポケットとかじゃなくて、時間のタイムラインが入ると、一つの絵のコマ送りに対し音楽と声優の技術が入れば、それが映像になる、 CG の映像になる、まあ、カメラはそれを逆に応用してるというか、デルカンビデオカメラは。なのでその時間軸が加わった時の絵の連写構造、一枚一枚の、まあ、撮った場合にはその連写って言いますけど、絵の場合は一枚一枚のコマの絵を描いてるってこと、1秒あたり、それに時間が加わって、これは 4D 再現、 4D 再現というか、何かを表現するときにそれを再現している。で、再現する際にまたあるんですけど、まあ写真撮ったらそのままじゃないかというかもしれませんが、あれは写真のデジタルカメラのプログラミング技術が入っているので、再現性の中の、まあ、本当に再現してはいけない場合が、著作権とか肖像権の問題で、再現性の中の再構成っていうかな、これはどっちかというとその近代美術の考え方なんですけど、再構成というのは現実をそのまま再現してもダメなので、だカメラに負けてしまう、カメラに負けるので、なので再構成する、現実を再構成したものが再構成 の、 あのリコンストラクチャー、リコンストラクションでコンストラクションって言うんですけど、再構成の中 の、 あの具体化の問題で、具体化もしくは具現化、現在の具現化、アクチュアリービジュアルとか、アクチュアリープレゼンテーションとか、
アクチュアリーインスタレーション、でそのより具体的にそれを彫刻スカルプチャーでやるか油絵でやるか水彩ウォーターカラーでやるか、それぞれ違います。まあ、2次元の表現するのか3次元もしくは 4D のプロモーションビデオにするのか、再構成、再構成する内容は現実世界の再現性なのか、ビジュアル的な再現性なのか、それともストーリーとしての戯曲なのかっていうことがあります。ここまで